結構コメント欄の方でですね、はい、その10円ちゃんと交番に届けなきゃいけないんじゃないかと、はい、そういうコメントがちらほら来てたんですよ他にも仕事とかいろいろあるやろうに、はいはい、そんな中に汚ねえおっさんが来て10円落ちてましたって本当に許されるなら撃ち殺したくなりますすいません、ちょっとあっちの通りで10円拾ったので、あ、いや、あっちの通りですね、野猿街道っていうんですかね。拘束されたってことですか、はい、あのハンニバルレクターの一歩手前みたいな。なるほど、なるほど。そこチャンネルのチャンネル登録をよろしくよろしくお願いします。ちゃ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 。はい、ヨコさん、こんにちは。はい、こんにちは。今日ちょっとね、あの別の撮影で今あの成績桜ヶ丘の駅前に来てまして、はい、でちょっと僕そういえばこれやらなきゃいけないことあったなっていうのを思い出したんですよ。はい、何ですか。あの以前岩川さんが僕にですね、はい、あのお前はホームレスで金がないんだから、はい、自販機の下あさって金集めろっていうふうになんか命令というか、はい、指導をして、はい、やらせるみたいな動画撮ったじゃないですか、はい、覚えてます。はい、覚えてます。10円最後見つけた後に岩川さんが僕から奪って、はい、自分の財布に入れちゃったんですけど、はい、結構コメント欄の方でですね、はい、その10円ちゃんと交番に届けなきゃいけないんじゃないかと、はい、そういうコメントがちらほら来てたんですよで僕もなんかすっかりちょっと毒されてて、はい、あ、見つけてやった嬉しいみたいな感じで思っちゃってたんですけど、確かにこれはいけないことしてるなと、ちょっと僕の正義の心がうずいてきたんで岩川さん、あの10円交番に届けてもらっていいですか。お前誰が得するんですか。誰が得する。落とされた方が今探してるかもしれないじゃないですか。いやいや、確かに僕もコメント欄見てイライラした覚えてますよイライラしてます。あ、はいはい、いやでもやっぱり、はい、そうやって届けた方がいいよっていうアドバイス来てましたから、はい、ちょうど駅前で交番近いじゃないですか。だから今日届けちゃいましょう。届けたらどんだけ迷惑かかるのかちょっとやってみますかいやまず実際ね、はい、僕がお前さんだったら嫌ですよ。他にも仕事とかいろいろあるやろうに、はいはい、そんな中に汚ねえおっさんが来て10円落ちてましたって本当に許されるなら撃ち殺したくなりますよ素朴な疑問ですけど、要は自分のこと汚いおっさんっていう認識はあるんですねあ、僕意外と自分を見るカメラ多いんですあ、俯瞰でちゃんと見れてるんですね、はい、なるほど。不快感を与えやすい見た目してるってのも分かってるんちっちゃいお子さんとかね、はい、落ちたよだったら違和感を思われるさんも大丈夫でしょう。はい、まあ、それだったらもう吠えば、あ、じゃあおじさんからプレゼントだっていいですね、吠えましただけど岩川さんが来たら岩川おまわりさんどうする。岩川さんみたいなおじさんが10円落ちてましたって来たんだ。どういうことやろバカバカ、いやバカボンでしか見ませんねメンタも繋がってます、ね、そのおまわりさんってもしかしてこうやっちゃいますよバカボンにしか出てこないんだけどまあ、ただ届けることは間違ったことではないはずなので、はい、まあ、一回やってみて、で実際ちょっとそのご迷惑になりそうだったらもう引っ込んできちゃって全然いいんで、はいはい、でちょっとやっていきますんで、はい、なんか僕のイメージだとこの天石桜ヶ丘のおまわりさんって、はい、なんか優しい方が多いイメージというか、あ、はいはい、以前僕と岩川さんが住んでた池袋のお前さんってちょっとあのハード目だったじゃないですかハードタイプの方が多かったじゃないですか、まあ、そういう街ですもんね。そうそう、うん、そう行かないとねやられちゃうから。僕一回池袋の交番で見たんですけど、はい、なんかおじさんが見たこともない器具で芋虫みたいな状態になって叫んでるとこ見てえ、拘束されたってことですか。はい、あのハンニバルレクターの一歩手前みたいな。なるほど、なんか想像つきました。はい、一交番にそういう設備というかあるんですね、はい、道具というか。やっぱ池袋にはそういうのもないとやっていけないですか。はい、じゃあ今日岩川さんが届けて、はい、それで拘束されないことを祈ります。はい、何でしょう。はい、じゃあちょっと。いやでもこれもね、正しいことですから。じゃあお願いします。私ちょっと、ここから見守ってますから。嫌、はい、だなぁ、ほんと。バカバカしい。
ね、岩川さんも犯罪者になりたくないでしょう。大丈夫なんですよ。でちょっと行ってきます、はい、じゃあお願いします、はい、よろしくお願いします。すいません、ちょっとあっちの通りで10円拾ったので、あや、あっちの通りですね、野猿街道っていうんですかね。ああ、はい、はい、サインだけちょっと欲しいんですけど、ちょっとお待ちいただけますか。あ、はいはい、もちろん、はい、そしたら申し訳ないですけど、はい、お名前と、はい、ご住所と、はい、携帯電話と、はい、わかりました。はい、で、はい、ですね、拾っていただいた10円なんですけども、はい、いや、持ち主出てきた時にその10円、あ、はいはい、いかがしますか。いや、権利だから、お礼の。あ、はいはい、ああ、うん、じゃもう大丈夫です。そしたらですね、一切の権利放棄をして、ね、あ、はいはい、はいはい、でこちらの方にちょっとご用意しますね、チェックお願いします。はい、でここでフルネームで再度、はい、再度お願いします。では、どういう結果。はい、はい、どうも、こちらでお願いします。あ、どうもありがとうございます。はい、あ、お金のさ、あ、じゃあ お座りください、お座りください。めっちゃいいおまわりさんでしたよ。あ、本当ですか。あ、どういう感じになったんですか。いや、ね、わざわざどこで拾ったんですかって言って、その地図出して、はいはい、あ、この辺ですって言って、はい、渡したら、あ、わざわざありがとうございますって。わざわざありがとうございますなんていう言葉出てこないですよ、私だったら。あなたなら出てこないですよね。なんかもうだったら下打ちでしょって。なんだよ。なのにその方はわざわざありがとうございます。わざわざありがとうございますって。いや、なんか警察批判とかする人いますけど、ああいうお巡りさん知らないでしょうか。いいお巡りさんいますね。それで、あの地図広げてって感じですか。地図広げて、この辺ですって言ったら、はい、どうもありがとうございますって、また書類出されて、はい、これ、持ち主が見つかった時の、権利はどうされますかってあ、そうか、ありますもんね。1割とかでした。ああ、なんか3ヶ月とか現れないと、1割もいただけるみたいなありますよね。はい、そこでもらいますって言ったら、また書類にいっぱいサインとかしないといけない状態だったら、もう、さすがに僕もいりませんって言って、名前だけ書いて帰ってきました。3ヶ月後1円取りに行くっていうのが、恥ずかしいと。あ、でそれで終わったんですか。あ、もうそれで終わりました。あ、なるほどなるほど。受け取らなければ、じゃあそんな書類も長くならないんですね。はいはい。ああ、なるほど。いや、確かに岩川さん言う通りですね。はい、その、やっぱ、頑張ってらっしゃる優しいお前さんの方がきっと多いですから。はい。たまにはもしかしたら、それちょっとね、はい、感じ悪い人もいるかもしれない。変なお巡りさんとかもたまにいますよ。人間ですからね。はい、100人いれば1人がいるでしょうけど、はい、ほとんどそのないはずですから、ね。はい。だから、組織で一括りにして考えるのをやめてもらっていいですかって。いや、確かに、俺は本当に岩川さん言うとおりです。はい、ただ、なんで岩川さんが警察側の立場になったり、僕がお巡りさんだったりって言ってるのか よくわかんないって。絶対岩川さんお巡りさんにはなれないと。でも、りょうさんとかよりダメなお巡りさんだよ。こっち亀の。人情もないし、サボるし。あ、じゃそんな感じで終わったんですね。はい。じゃあまあ。その方が優しい方でよかったですね、はい、岩川さんみたいなお前さんじゃなくて、はい、ちょっと申し訳なかったです、本当に。あ、そんないい人の時間を取らせてしまった。あ、はいはいはい、まあまあね、でもおかげで岩川さん更生できたじゃないですか。本当はあれなんじゃないですか、10円取ってしまったっていう罪の重さに悩んでたんじゃないですか。あるか。むしろ今の方が罪の意識あるわ。あんないいお前さんの時間取らして。なるほど。ああ、でもまあそういうね、結構素朴な疑問で、ああ、そういう小銭拾った時どうしたらいいかって気になっている人もいると思うんです。ああ、今回のことで分かりましたよね。ああ、あのちゃんと対応はしてくれると、ああ、してくれるけど迷惑になるからやめましょうね。あ、っていうのは岩川さん意見です。ああ、はい、ああ、もしかして
こういう格好だから、そういう人だと思われて優しかったの。そういう人っていうのは、奇妙な人というか。そういう人だと思われたのかな。いやさ、変な言い方やめましょう。マリさんの心が切れたっただけです。あれ、あなたが点と点がつながってきてる。街にいるヤバい人だと思われて、こいつの意見否定したら大暴れするかもしれないから、優しくしておこうみたいな。そうやって見たら俺入ってきた時点でちょっと半笑いだったような気がするな。あれ、ヤッカーさん、せっかく優しいおばさんに出会ったのにその濁った目で見ないでください。あなたダメですよ。そんなわけないでしょ。あんないい人がそういう目で見るわけないでしょ、人のこと。あ、そうですかね。まあ、勝手にパズル完成するのやめてください。完全にピースが全部ハマった感じになりますけどね。いや、もうやめてくださいね。こういう風にね、変な正義感で私たちに変なコメントすると、こうやって迷惑をする人が生まれちゃうんだよ。まあまあまあ、じゃあ今後はね、はい、ちゃんとあの動画を撮り終わった後に、はい、僕の方で岩川さんをぶん殴ってでもおまわりさんと連れていくことにするんで、そういうあの広いタバコとかしてても押してました、おまわりさんって僕がもう行くんで。どうかにしませんけどね。毎回そういう風にします。吸いかけのタバコ落ちてました、おまわりさんって。もっと迷惑かかる。しけむく持ってこれたら辛いだろうな、おまわりさんって。まあまあまあ、でも本当いい方でよかったですね。はい、これ歌舞伎町とかだったらちょっとした争いだったかも。どんな街だと思ってる。機嫌悪いもん、あそこお前さん、やっぱ、まあ、忙しいっすからね。いや、そうよ、大変だよ。同じ給料じゃ割り合わないよ、あんなもん。チェーン店の居酒屋さんとかそうですもんね、うん、島のお店の店員さんで優しいけど、もうフル回転してるとこってちょっとイライラしますもんね。それしょうがないです。それしょうがない、人間そういうもん。あ、というわけで皆さん、ちゃんと岩川さん、あの、改心しましたんで、はい、ちゃんとね、お届けしましたから、なんとか悪の道から帰ってくることができました。はい、よかったです。はい、ということで、ごちゃごちゃ言わないでくださいね、バカなこと。わかりました。はい。そこそこ、そこそこ、そこそこ面白い。いや、とても面白い。そこ、そこ、そこチャンネル。終わりです。ありがとうございます。